心膜炎は、手術の原因によって生じる心膜の炎症である。臨床的には、急性心膜炎と慢性収縮性心膜炎の二つに対別される。冒険においては2から6%の頻度で見られるが、臨床では、入院例の0.1%に認められるに過ぎない、ことから、不健性のものが多いと考えられている。病理組織学的には、心膜の反応により、 繊維蘇生、消液繊維蘇生、地消、脳性などに分類され、頻度上では全2者が圧倒的に多い。以前は心膜炎の原因として、リウマチ性か結核性が考えられていたが、現在は特発性が最も多い。急性心膜炎の中では、原因不明のいわゆる特発性心膜炎が最も多く、その他心筋梗塞後、 心臓手術後症候群などの頻度が増えつつある。慢性収縮性心膜炎の原因も半数以上が不明であるが、原因のはっきりしたものの中では、結核性が最も多い。急性心膜炎とは、心膜に急性炎症を生じたもの。病理学的には、繊維素性、消液性、可能性、出血性、肉芽主性などに分けられる。また、 心室液の有無によって、心室性と非心室性に分けられる。心室液が多量となると、心ンポナーデをきたし得るため、注意が必要である。間別診断共通を呈する、疾患死陰影拡大をきたす、疾患呼吸困難を呈する疾患身体初見検査、初見原疾患の治療が原則である。例えば、可能性心膜炎の場合、トレナージュを行うとともに、 因菌に対し有効な抗菌剤を投与する。疼痛に対しては場合は、ヒステロイド系消炎陣通薬を投与する。また、症状が強ければ、ステロイド剤投与が検討されるが、感染性のものを否定することが必要であり、また短期間の使用にとどめることが望ましい。また、貯留液が多量の場合、対症療法として、利尿薬などの投与による治療を試みる。 効果を得られない場合、あるいは症状が急速に進行している場合は、心膜空戦子により、排液を行う。15%で、心タンポナーデを併発するため、注意が必要である。特発性の場合、予後は良好で、2週から2ヶ月で治癒することが多い。ただし20から30%で再発し、また収縮性心膜炎を続発する場合があることに、 注意が必要である。慢性収縮性心膜炎とは、心膜が慢性炎症によってセ維化、飛行、癒着を生じ、これによって心膜空が閉塞して心臓の拡張障害に至ったものである。基本的に急性心膜炎はすべて慢性収縮性心膜炎に至る危険性を有しているが、特に特発性と結核性が高頻度に慢性移行する。 本性の本体は、心刻腸障害であり、静脈う血による症状が出現する。最も顕著な症状は、腹水腸流による腹部傍慢と干腫大で、このほか、不腫や氷剤静脈土腸、干腫大、胸水が認められる。老作自己休困難なども認めるが、急性排水腫は極めて稀である。身体所見検査所見継症例で、 内科的治療を行いながらの経過観察もあり得るが、進行性病変であることから、外科的な心膜切除術が行われることが多い。心膜切除術の手術死亡率は5から20%であるが、成功例では90%で、症状改善が認められる有効な術式であることから、積極的に手術が検討される。ありがとうございます。